皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。月曜日のこの時間は植草美幸の絶対結婚したいの時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんからいただいた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。本日も南青山のマリミスタジオからお送りしております、はい、そして本日はコロナウイルス感染防止のため植草先生とは少し離れた場所からお送りしております、はい、本日もお悩み寄せられましたのでご紹介いたします。ラジオネームは TK さんから。こんにちは、都内在住の31歳の男性です。婚活を相談所やアプリを併用しながら27歳の頃から5年近くしています。お会いした女性は数えたことはないのですが、少なくとも100名は超えていますが、なかなか成功に結びつかず婚活疲れしてきました。自分がいいなと思った方には相手にされなかったり、あまりタイプではない方にはアプローチされたといったことを繰り返してきました。何名かとはお付き合いまで行ったことがありますが、数ヶ月でフェードアウトされたのが複数回あり、人間不信に陥りそうです。自分にも何かしらの原因があるとは思うのですが、その原因が何かに気づけていません。長く付き合える方、成婚できるためにはどうしたらいいのか教えていただけませんか。私のスペックは有名大学卒、大手外資系で年収は1000万円、体型や顔は普通で身なりも最低限綺麗にはしているつもりです、という TK さんからです、はい、まあね、こんな素晴らしい条件で、はい、31歳で、こんなに長く婚活をして、はい、結婚できないのは何かある、はい、何があるんでしょう、知りたいね。よっぽどですよ、はい、よっぽど何か見えない何かがない限り、はい、こんな結果にはならないと思います。5年もですよ。ちょっと感じたこと言ってもいいですか、はい、どうぞ。いつもたくさんのお便り寄せていただいているんですけれども、はいはい、なんとなくこの TK さんからこう全て端的な書き方をされているような感じがして、はい、ちょっと冷たいような感じは、クールな男性なのかなっていうような、そう、シャイなのかなとはちょっと取れました。先生はどう感じますか。まあ普通ですよ、マリーミーにこの条件の方がいらしたら3ヶ月以上いることはまずないですね、はい、5年っていうのはありえないね。だから何かまあ狂っちゃったんだと思うんですよ、婚活自体の方法が。性格的なところ云々かんの以前に、おそらく私が気になったのは選びすぎ、それからもう一つはアプリと結婚相談所併用して使ってますよね、はい、そうするとですね、ここが大きな理由じゃないかなってふと思ったんですけど、はい、アプリを使う人の人間性とか、まあ、どんな人が使うかっていうことですよね。それと相談所の、を利用されている方たちと全然タイプが違うんですね、実は、はい、でそこでの、婚活のやり方っていうのは全く別物なので、それを一緒くたにもしかして考えているんじゃないかなっていうふうに思ったりしてますね、はい、よっぽど何かない限り結婚、婚活を本気でやってて結婚できないっていう人にもあんまり会ったことないですね、正直。だそのよっぽど何か知りたいぐらい。ちょうどね、 TK さんはいつも女性がこういう方がいいですって言ってる条件にはもうバッチリ、そう、ストライクゾーンど真ん中のような感じですよね。普通はね、普通はですよ、例えば相談所でこういう方が検索のところに引っかかったら1日に 2,30 人お申し込みが来るんですよ、こういう方には、はい、そうすると週で200ぐらいは来るわけですよ、はい、なのに結婚ができないっていうのはちょっとね、中身に問題があるんじゃないかなっていうふうに思いますよ。1日2,30件来る中で、はい、まあこの TK さんは5年近くされておられて、うん、お会いしたのは100名ほどっていうこと、はい、ってことですかね。100名超えてるっていうふうに言ってますよね、はい、人数的に正直多いか少ないかって言ったら別に多くはないです。5年間だから、はい、5年間なんでね、多くはないんだけれども、おそらくなんですけど麻痺してますね。もっといい女性が、そう、もっと可愛い子が、そう、これね、モアモア婚活って言ってるんですけど、はい、会えちゃうので、ね、条件がよくって、うん、お申し込みがどんどん来るので、うん、会えちゃうので、とにかく会う、一人ずつの方ときちんと向き合うという習慣がないんですね、うん、ただ会う、パッと見てその人の、女性のパッケージですよね、雰囲気、第一印象、雰囲気のファッションとか髪型とか顔、そういうところで評価をして、好き嫌いで分けてるのかもしれない、はい、でその実際その後、デートを通じて相手の方のそのものの考えだとか
考え方とか、お仕事をどういうふうに考えながらしていらっしゃるかとか、それからご家族がどんな方だとか、そういう中身だよね、中身を引き出していなくて、パッと見で好き嫌いで決めてきてるんじゃないかなっていうふうに思いますけれどもね、うん、はい、今までのね、お悩みの女性の方が本当に飛びつくような飛びつくね、はい、条件をお持ちでいらっしゃって、ね、体型も顔もその普通にしているという、うん、最低限綺麗にしているつもりですということなので、うん、まあ選んでらっしゃる、まあね、選びすぎと、あと先ほど植草先生がおっしゃった、はい、アプリを利用している方と、うんうん、結婚相談所を利用してる方、まあ、女性でも全然個タイプが違うっていうふうにおっしゃってたんですけど、アプリを利用されている女性の方って、まあ、どんな方が多いんでしょう、うん、はい、まずアプリですから現実的じゃない人もたくさんいるわけですよね、バーチャルですよね、はい、で圧倒的にアプリの場合は男性の方が利用する方多いんですよ、人数が圧倒的に多い、はい、女性は怖いとか不安とか危険とかっていう気持ちがあるのであまり使わないですね。なのであの女性は利用すればモテるとは思うんですよ。男性は逆に人数は多いけれども TK さんが年収とかも書いていたりしていれば相当モテるとは思うんですね、アプリの場合は男性がモテる男性人数が多いですから、うん、じゃあどういう男性がモテるかっていうとその条件だけではなくてエスコートがうまくないとモテないですね、うん、実際にたくさん女性は会えてますから、そこではね、はい、で相手が全部結婚する気持ちがあるかどうか別ですよ、既婚者が入ってる場合もありますからそれは別ですけれども、別だけれども大量に男性がいるのでよっぽど男性がそのデートをして楽しかったなとか女性をリードしてあげたりとかっていうエスコート力がないと難しい、うん、で相談所は逆にそうではなくて、はい、本気で結婚する方たちの集団ですからマッチングがビビッとこうぴったりで3ヶ月ないし6ヶ月ぐらいの交際期間の中で相手をよく知っていった上で結婚へ進んでいくので、こちらの後者の相談所の方がより具体的、うん、前向きな目標が結婚、うん、でアプリはどちらかというと出会い、うん、出会えるけどっていう、出会えるけどね、で相談所の方は結婚だから、うん、その会話が非常に具体的になってくるんですね。結婚観のすり合わせをするのが結婚相談所でのデートっていうことになるので、アプリのデートと相談所のデートを一緒くたに考えてるとしたらこれごちゃごちゃになりますよね、うん、そこがもしかしたら線引きが上手にできてないのかなって思ったりしてますね、うん、まあ、TK さんはね今もう婚活疲れをされておられるということなので、はいはい、まあ、ぜひね結婚に前向きなね、うん、相談所に、ね、例えば絞ったりすると、ね、よりね多分、うん、そちらに本腰入れた方がよりモテるような気はするんですが、ね、うん、たまにね、はい、いらっしゃいますよ、恋愛相談とか結婚相談で会員様ではなくてね、単発でも私受けてるんですけど、こういう方結構パラパラ拝見します。うん、でそういう方たちってモテるんですよね、はい、モテるっていうのは一人の方とお付き合いをしてその方にすごく惚れてもらうっていう意味じゃなくて、いろんな不特定多数の人にはモテるんだけど、うん、でも実際交際が始まると離れていっちゃうという方が多いですね、女性の方から離れていっちゃうという方が多いんで、おそらくその交際の仕方が上手じゃないんでしょうね、うん、もったいないです ね、 そうですね、もうそろそろね31歳で5年間でしょ、はい、疲れてきちゃったんだったら、はい、その専門家がね言うようなところで、はい、ちゃんとその自分の婚活の仕方が合ってるのか、うん、それから間違えてるのか、うん、どういうふうにしたらいいのか、はい、具体的に自分で分かってなきゃいけないね、うん、分からないんだったら教えてくれるようなところに行かれた方が話は早いかなっていうふうに思いますね、うん、そんな TK さんには、はい、植草先生が以前書かれたモテ理論、ありました、女性を落とすテクニック書かれてましたよね、はい、以前ね、はい、そんいうのを、ね、読んでいただいて、うん、勉強ね、そのね、そのお見合いした時とか、はい、デートの時にね参考にしていただければ、はい、もしかしたら女性の矢印もちょっと変わってくるかもしれないなというふうに思いましたので、はい、ね、勉強してほしい、はい、勉強してみてください、はい、さあ、はい、マリミーの方ではたくさんの婚活セミナーを行っております。5月の30日大阪サロンの方で11時から行います。そして5月の24日東京サロンの方で婚活必勝セミナーを行いますので、マリミーのホームページご覧
覧ください、はい、そして植草先生はたくさんのコラムを書かれておられます。ぼっちオンラインを書かれております。そして連載コラムのご紹介です。東洋経済オンラインからは激変日本の結婚、講談社ウィズオンラインからは婚活戦略女子、こちらは毎週水曜日に記事がアップされます、はい、その他マイナビウーマン、オールアバウト、シトラスなどで記事を連載されておられます、はい、さあ植草先生、今、はい、そのコロナで結婚相談所って今どんな状況でいらっしゃるんですか、はいはい、普通に生きてるだけで不満を抱えていらっしゃると思うんですけど、実は婚活はですね止まらないですよ。どんな状況でも家族っていうのは仲良しでしょ。ご自分の人生を考えた時に結婚っていうものはすごくこう大きな大きな選択肢であるし、結婚したいなってなほ一層思う方が多いですよね。で今実際にその婚活をしている人っていうのは止めないです。止まらないで違う方法でフェイス2フェイスで会わなくてもオンラインで自分の気持ちを確認し合うとか、自分のことをたくさん知ってもらうとか、相手のことをより一層知ってもらうっていうチャンス、ピンチやチャンスね、うん、なので皆さんいろいろと工夫をして婚活をしてます、うん、びっくりするほど今オンライン飲み会とかね、はい、オンライン合コンとかね、いろいろあるみたいですけれども、はい、婚活の現場でもそのように皆さん やってらして、うん、1対1ですけどね、もちろん1対1でいろんなことをやってますね、うん、だからフェイス2フェイスで会うときっていうのは会話だけじゃなくって、どこどこに遊びに行くとか何かを食べるとかっていうことをするので、あまり会話に力が入ってないですね、はい、でもオンラインであり電話でってことになると話すっていうことがものすごくボリュームがあるので、お互いに同じ1時間でもデートをしている1時間とオンラインで話をしている1時間っていうのは会話の中身がボリュームが全然違うんですね。なのであまり会えてないのにオンラインデートを続けたことですっかり仲良しっていうことはよくありますね、うん、コロナが騒がれるようになってからお見合いをして、はい、で成婚されたっていうコロナ成婚、はい、何組か出てますので、もう早いですね。すごいでしょ、彼女たち彼らは、はい、うまい具合にいろいろと利用して会えないけど、うん、それでもオンラインでデートを重ねてすっかりいろんなことを知り尽くしていって、もうお腹いっぱいになって早く会いたい、会えば結婚すれば一緒に住めますよね、だったらもう早く結婚しちゃおうっていう気持ちになったっていうふうに聞いてますね。なるほどなるほど。セミナーの方でもね、コロナウイルスの防止のために、はい、いろいろと配慮したセミナーを行っておりますので、はい、ぜひ皆様マリミーのホームページチェックしてみてください。はい、そろそろ時間ですね、はい、お相手は植草美由紀でした。ではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう。さよなら。さよなら。